はい、皆さんこんにちは、こんばんは、パンディックです。今回は、車を複製する、クリッチの、ね、トリックを紹介していきたいと思いますね。これはね、フレンドさんと一緒にですね、このね、オフィスガレージじゃなくてナイトクラブガレージ2に入ってくださいね。ナイトクラブガレージ2に入りますね。そしたらね、このね、ナイトクラブガレージ2に、複製したい車を入れておきますね。この位置に入れておきますね。で、ナイトクラブガレージ3には、レジ RH8 をいっぱい入れておきますね。で、そしたらね、フレンドさんは、車にね乗ったらねフラフラしないで、できればねこのね乗った状態から降りたら、その場を動かないでくださいね。フラフラすると複製がうまくいかないことがよくありますね。なかなかね2のガレージのデータが3に、移らないときは、ここね外から中に入るのをもう一回やり直してくださいね。そしてね、ここでね、2のガレージに降りたら、フレンドさんは、ここで下の十字キーを押してストーリーのキャラクターの、このね警告画面になってくださいで、右上の、画面これ出しますね。この状態終了画面を出して、このまま待機ですね。そしたらね、フレンドさんはこのままずっと待機してもらって、そしてグリッチする人は、これで、一回外に出ますね。外出るときは全員が外に出るを押してくださいね。そうすると、そしたらすぐ外出たら、そのグリッチする人は外に出たらすぐにまた中に入りますね。ナイトクラブガレージ3に入ってくださいね。すぐに、ナイトクラブガレージ3に入ります。そうすると、すごいトリックができますね。ナイトクラブガレージ3に2のガレージのデータが映ってますね。見た目が、映ってますね。これでコピーは半分できてます。そしたら、この複製したい車に乗ってくださいね。この車はカスタムナンバープレートついてますけど、このグリッチはカスタムナンバープレートは必要ないですね。そしてこの複製したい車乗ったら、これ外出てくださいね。すると外に出ると最高のトリックがこれからできますね。このナンバー000がナンバーが114514に変わりますね。すごいですね。そしたらこのね車をコピーできたので、完全に保存するため、セーブするためにMOC の起動作戦センターを呼んでくださいね。ここの区画3は個人車両保管庫にしてくださいね。よく質問コメントありますね。車が入りません。これは多分、MOC のね、区画3が、武器乗り物ワークショップになってると入らないから、これはね必ず、個人車両保管庫してくださいね。そして MOC にこの車をしまって外にまた出せば複製は完了ですね。続けてやりたい場合はフレンドさんと一緒に、また、ナイトクラブガレージ2に入ってくださいね。他にもね、このねMOC 起動作戦センター持ってない人は、オフィスガレージがあればできますね。オフィスガレージは、これはね、カスタムショップが必要になりますね。そしてオフィスガレージの中には、空きのあるガレージになっていることが必要ですね。空きのあるガレージにこの複製する車を入れてもらって、そして、カスタムショップでナンバープレート交換してまた、ガレージオフィスガレージに戻る。それで、複製はできますね。こんな感じで、売却制限気をつけて、売ってくださいね。これがね、今できるね最高のトリックですね。以上です。パンティックです。